はい、今回は都道府県名の第19回目ということで、山梨ですね。山梨の上手な書き方、そのポイントを解説していきたいと思います。そうですね、山という字は山形の時に解説をいたしましたけれども、またおさらいということで、お付き合い願えればと思います。まあ、山はですね、とにかくこの中心をしっかり、この線をしっかり描くということですね。それで、こことここの、間隔を揃えるということは当然ですね。それから、まあ、高さもですね、大体も山という字はこういうふうになるわけですから、この高さもちょっとこう右に上がっていくような感じですよね。この線も右に上がっていくわけですから、その分ここで、調整をするということですよね。山という字はちょっと申し遅れましたが、形としてはですね、こう上を閉じる形もありますよね。こういう形ですね。これも悪くはないですね。この形かこの形ですね。このちょっとこう開いてくる形か閉じる形、このどちらかですよね。書写としてですね、書写体として好ましくないのは、こうまっすぐに来る形ですね。これはダメだということですね。まあ、変化がない、まあ、動きがない、ちょっと形としてもですね、面白みがないということですね。それで、この形とこの形ですね、いずれにしてもですね、この横の線ですね、この線はちょっとこう斜めに持っていくわけですね。でそこをこう出す、ここで、この最後のこの角でですね、ちょっとこれを出すことによって安定させるわけですよね。ちょっと極端に書いてみますと、こう書いてこう書いてこう上がっていく、これで上がりっぱなしですと傾いた感じになってしまいますので、これをこういうふうにすることによって落ち着くと。閉じる場合も同じですね。こうしてこうしてちょっとこう上がっていっても、これをこうすることによってここで、まあ安定するということですね。こうなるということですね。ここですね。そこを押さえていただければよろしいかと思います。それから梨という字は難しいですね。まあ主役になる線はこの線ですね。この線を伸びやかに書くと。この線を伸びやかに書く。ここで、なんていうんですかね、字のこうメリハリといいますか、やはりこううまさがここでこう見えるということになりますよね。ここをしっかり書くということですね。これが主役ということですね。それで当然中心はこうなるということですね。この理という字ですね、これの乃木辺、それで乃木辺の横、この立刀ですね。この立刀ですが、これはまあ刀という字の、別字体ということなんですけど、この立刀の一画目と、この乃木辺の、右端ですね、この中間あたりがちょうど文字の中心ということになると思います。
こう書いて、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 こう。で、この中心が、ここで立等をこう書くわけですね。立等。それでこれを伸びやかに書くと。それでこう行くと。それでこう行くって、こう行くという感じですね。これで、まあ、中心が通るということになりますね。うん。それからですね、まあ、ここはちょっとこういう感じになるでしょうね。あまりこれ長くしないと。まあ、少しこういう船底にするということですね。船底にするということですね。それからこの払いですけど、これは、あまり、なんていうんですかね、払い始めるのが早すぎたり遅すぎたりしないように注意ですね。まあ、大体この下あたりで、払い始めるというつもりで書けばいいのかなという気がしますね。意外とこれ難しいですね。払い始める位置が難しいですね。はい、それではその辺を踏まえながら実際に書いてみます。山の中心ですね。これをしっかりと打ち込んで、で持ってくる。それで少し開いた形で、これをちょっと右に上げていきます。同じぐらいの幅。それでこれをちょっと出すということでしたね。こう出すと、これで安定するということですね。それから梨ですね。上の梨はちょっと小さめに書かないといけないですね。この中心ですね。これと、それでこれがメインですから、これをしっかりと、でここからこの辺から来ますね。こう来て、それでこうして、この払い始め面がこの下あたりですね。1、2、3と、こういう感じですね。上がちょっと小さすぎたかもしれませんが、まあこれでもいいと思います。まずこれ中心を、中心が通ってるかどうかですね。それでこの角度ですね、こう上げていって、でそれでここで揃えるということですね。当然、まあこれもこうなってるわけですけど、それから理という字ですね。まあ、上はちょっと小さめにして、しっかりこの木に乗ってる感じですね。これしっかりこれ木に乗っている感じを、出すということですね。でこの線を伸びやかにして、ここはこうなるということですね。よろしいでしょうか。それでは今度は行書の方ですね。行書体はここですね。これはまあ、バネを使って書くということですよね。で形としてはこの形ですね。上をちょっとこうすぼめる方の形にした方が、筆の動きがこういってこういってこう、ね、筆の動きがこう、この方がまあ、スムースにいくということですね。この形ですよね。こういってこういってこういくと、この形をしっかり頭に入れるということですね。
それから梨という字、基本的にはこれもやはり楷書の場合と同じように中心を通すと。それからここでしたね。これはたくさん出てきますけれども、動きですね。こう書いて、それでカタカナの方を書くような感じ。こう言って、こう言って、こう行くということですね。こう言って、こう言って、こう言って、こう。ここでこう線が見えなくても動きがこう感じられるようにすると、動きが感じられるように書くと、こうですね。行書の場合には下が揃っても全然問題ないですね。動き流れで書くわけですから、こういうふうにピシッとしたですね、幾何学的な美しさをあまり考える必要はないですね。それでは行書の方を書いてみます。山という字ですね、筆のバネを使って書くということですね。こういう感じですね。これはここからこう持ってきても構わないです。これ止めても構わないし、こう持ってきても構わないですね。いずれにしてもこうバネを使って書くと。それから、この梨の上の方はあまり大きくならないように、ここはちょっとこう崩した形にしてますね。こういう崩した形、こういうふうにここのところですね、崩した形で、それでこれをこう伸びやかにこう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 いう感じですね。ここですね、筆のこうバネね、筆のバネを使う。バネを使って書くということですね。それから理という字、ここですね。ここは、こう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 言ってこうこうですね。ここですね。こう、崩した形ですね。それで方ですね。ここはカタカナの方を書く。ちょっと、横に広がった方を書くと、こうですね。下はまあ揃ってしまいましたけど、揃っても全然問題ないですね。いずれにしましても、筆のこの山という字はですね、筆のこうバネを使ってこう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 、そうですね。それからこの辺もやはりバネを使ってこう書いてますね。こう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 、こんな感じですね。筆のこの縦の動きですね。要するに、形を取るのは筆の水平度ですね。行書の場合はですね、特にそれが大事なんですけれども、水平度、形はですね、形は筆の、筆の水平度なんですね。水平度、形は筆の水平度で、線はですね、線はこれは筆の
上下動なんですね。文字は、まあ、文字というか書ですね。これ書というのは、書というのは、形と線でできてるわけですから、それで形というのは筆の水平動でこう、まあ、作っていくわけですね。で、線質というのは筆の上下の動きですね。上下動で書くわけですね。それで太い細い、それから場合によってはかすれとかですね、そういうのを出していくわけですね。ですから、その上下動と水平動を、こう一緒に同時にこう書いていくと、上下同時に、それを機能させていくということですね。上下動と水平動ですね、これを同時進行で行うということですね。それがこう難しさなわけですね。山という字を書く場合も、こういうふうにですね、水平に動かしながら上下動を入れていくということですね。そのことによって、形と線の動きが表現できると。それでこう文字に生命感が与えられるということになるわけですね。ぜひその辺をですね、しっかりこう踏まえて練習をしていただければ、必ず上達していくはずですし、こう生き生きとしたですね、それでなおかつ美しい、字が必ず書けるようになると思います。今回はそこまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。